はい、メイクします。ちょっと口が荒れてるので、友達からもらったこんな可愛いジルのリップバームを塗るぜ。ヒロシンさん、パピコさん、こんにちは。ソウイチさん、こんにちは。ケイスケさん、こんにちは。今日は別に予定ないんだけど、あ、そうそう、リップのなんか下地みたいな、ちょっとメイク中に保湿を頑張ってもらいます、この方に。キムさん、756さん、こんにちは。そう、予定はないんだけど、ちょっと日用品などの買い物に行こうかなと思っております。そう、今日は予定なくて、昼過ぎに起きて、片付けをして、ちょっとなんか散らかってきたんで部屋が。ヤギヤギさん、こんにちは。お、ヤケルさん、こんにちは。そう、散らかってきてたんで片付けて掃除機かけて。ハラちゃん、イーストさん、こんにちは。そう、しかもなんだっけ、あれだった、洗濯物を干してて、ずっとずっとでもないけど洗濯物を干してて、でそれを片付けて、で掃除機かけて、そう、洗濯物とあと床に置いてあった服とかね、いろいろ片付け、掃除機をかけ。タロネオさん、こんにちは。1月はお品卒業でバタバタしてたから久しぶりに寝たいです。ああ、そう、なんか良かったのかあれなのかって感じだけど、まあでもね、ゆっくり過ごせるのはいいことですよね。そう、そんな感じ。で今日は別に予定ないんだけど、ちょっとだけ買い物行こうかなって感じだから、まあしゃあなしメイクするかみたいな。ヤギヤギさん、落花生ありがとうございます。台湾さん、こんにちは。ヤギヤギさん、ハートありがとうございます。すごいね、太陽光がめっちゃ差してますけど、光が。そうです。ヨッタさん、こんにちは。まだ寒くない時間、え、寒いでしょう。寒くないの。鈴人さん、ガウさん、こんにちは。そう、もう本当にやだやだって感じですね。めんどくさい、メイクするのめんどくさい。予定ない時のメイクモチベなさすぎでしょ私。テチテチさん、カオさん、台湾タカオさん、こんにちは。鈴人さん、落花生ありがとうございます。もう今日節分ですね。みんな豆まくの？私はまかないけど。ケンさん、ウナンさん、 BPM188 さん、こんにちは。オレオーズさん、こんにちは。ヒロシンさん、かわいい、ありがとうございます。みんな豆まくんですか？落差やばいよね。子供っちだ。いいな、元気で。うまく歌えない。あ、そうなんだ。私は全然何もしないですけど、でも手巻き寿司いいなって思ったんだよ今日夜ご飯。ヒロシンさん、ハートありがとうございます。ドリーマーさん、こんにちは。ディズニー行くときは早朝でも目がキラキラ。本当だよね。あ、そうだ、支払いもしなきゃ。危ない、ありがとう。ディズニーで思い出したわ。え、わかる、一人で豆まきってめちゃくちゃ切ないよね。つとむさん、こんにちは。いや、なんかさ、どうしようと思って。手巻き寿司いいんだけどさ、絶対余るんだよね。
恵方巻きさ好きじゃない具材が入ってるから嫌なんだよね。かんぴょうとかいらんし。あ、昼に恵方巻き食べた？リコちゃんこんにちは。そうだからできたやつを買うとだから変なのが入ってるから嫌なのよ。つんちゃんこんにちは。そうめんどくさいでしょ。なんかいいの売ってないかな、美味しいやつ。美味しい具材しか入ってないやつ売ってないから。もかさんこんにちは。え、なんか卵とかもいらないし、なんかきゅうりとかも入れてほしくないの、ね、なんか恵方巻きって何が入ってんの。なんかかんぴょうとか入ってるイメージなんだけど。もうさ魚介だけにしてほしいんだよね。サーモンとかイクラとか。だから自分で好きなの買ってきて作りたいけど、そうしたら多すぎて余るしっていうその葛藤みたいな。でも好きじゃないのが入ってるの買ってまで食べなくてもいいな別にみたいな。恵方巻き高くて、あ、そうなんだ。新潟の恵方巻きでくるみ入って、あ、そうなの。くるみも好きじゃないしね。ラルクさんこんにちは。ツナサラダ、オニオン入ってない。肉系ガチすごっ。何でもいいんだね巻いてあれば。そう、なんかさ嫌いなのが入ってるって分かってるものをさ気にしながら食べるのってすごいさ、食事自体がストレスになって嫌なんだよね。じゃあ食うなという話。天使の分け前さん、カズさんこんにちは。マサトンさん、イチタさんこんにちは。あ、うなぎ嫌なんです。え、でも焼肉美味しそうだね。中さんこんにちは。太巻き、やっぱ手作りのっていいよね。そうだから、だったら別にって感じじゃない。お寿司食べに行こうかな一人で。いや混んでるか、土曜だもんな。みんな同じこと考えてるよね、どう考えてもね。いいや。君空さんこんにちは。めんどくさがりすぎるだろ私。んだよ。まあとりあえずちょっと検討。納豆飲めやすかったけど、確かにそれ納豆巻きだな。サーモン入ってるやつは買わない。まあはサーモン入ってないとかもないか。絶対に私はもうあれだから、刺身系はもうサーモンマスト、サーモンイクラマスト。マグロも別そんな好きじゃないんだよね。なんか赤身が好きじゃない。トロとかは美味しいけど、なんかさ酸味がすごくない？マグロって、マグロの赤身みたいな。ヨッタさんスペースシャトルありがとうございます。その酸味が嫌なんだよね。だから回転寿司とか行ってもマグロの赤身とかは食べない。トロがいい。トロ、
鮮度がちょっとでも落ちると冷めやすい。そう。大トロとかまでいかなくてもいいけどね、中トロとか。ブリは食べないな、あんまり。食べるのはタイとか。まあでもね、めっちゃ偏ってんだよね、食べるやつが。枚数はいっぱい食べれるけど、種類は全然食べないの。頼むってなったらタコとか、タコ、タイ、のむさん、沼さん、かずおくん、こんにちは。そう、タコ、タイとかが割と多い。あとエビとかが多いかな。あとは基本はもうサーモンとか、そんな感じ。イクラとか、あとでも最近マグロユッケがめっちゃ好き。マグロユッケばっかり食べる。軍艦ね。青魚食べないな。生は食べない。刺身は食べないな。サバとかでしょ。焼きは好き。ヒラメ食べたことないな。美味しいのか。甲殻類はダメじゃないけど、貝は食べないって感じかな。貝類は食べないです。見た目が気持ち悪い。そう、カニとか好き。カニ食べるよく。そんな感じです。あ、ウニとかカキ食べませんよ。もう気持ち悪いんだもん。だってで、ウニ食べたことあるけど美味しくなかったし、しかもいいウニ食べてダメだったから、多分もうきっと無理だし、カキは普通に見た目が無理。しかもさ、まあ、熱通ってないと当たるかもしれないじゃん。なんかそんなリスクを冒してまで食べたいと思わないって感じ。全然そそられません。ひろしんさん、ハートありがとうございます。そう、白身はね好き。なんか白身は食べられるみたいな謎のあれがある。好き嫌いが多いのよ本当に。フグとか食べてみたいな。そうそう、貝類はもういい。別に味がどうとかの前に見た目が無理だから食べようと思わない。そう、エビいいね。エビ、あお、基本的に高級。うん、そうかも。美味しい魚が好きです。これおじいちゃんのせいだから。おじいちゃんがいい魚食べさせすぎなんだよ私に。生前ね。そう、だから魚好きだけど、なんか美味しいいい魚ばっかり。今日ちょっと違うメイクしよう、いつもと。いつもピンクばっかりだから。今日はブラウン系にします。珍しく。おじいちゃんはどうだろうね、ブリとか食べてたんじゃない。だけど私にはあんまり食べさせなかったっていうか、食べさせなかったっていうか、私も多分好んで食べたいとか言わなかったんだろうし、あんま分かんないけど。ウツボ、くまちゃん可愛いでしょこれ。部屋着、トロが好きならブリは好きなんじゃん。あ、そう、食べたことあるかも。ブリってなんかさ、白と赤みたいなさ感じのやつ。
見た目。でもあれでも焼き魚だったら、焼き魚ってか、あの火が通ってたらアジとかサバとかめっちゃ好き。あ、かまぼこみたい。あ、なんか食べたことはあるわ。なんか食べれなくないけど、好んでは食べないって感じかも。自分で頼むことはない。だしを食べさせると味覚が。そうなの？え、じゃあもうさ、もろじゃない？私なんてだしで育ったみたいなもんだよ、だって。それじゃん。え、めっちゃブラウン。かわいい。佐渡のブリカツ結構。へえ。え、なんかブリカツバーガーみたいないっけ？あれ？それ、あれなんだっけ？それ違う？なんかそういうのない？ご当地グルメみたいなやつで。なんか聞いたことあるかも。聞いたことあるとか言って全然違ったらおもろいよね。ブリカツくんみたいなやついないっけ？ともあきさん、こんにちは。モトルさん、こんにちは。その頃に既製品とかばかり食べさせると味オンチになると。へえ。いいんだか悪いんだかって感じだね。ブリカツくん、過去婚活中なの、ブリカツくんって。一緒だね。まあ別婚活中ではないけど。おもろ。バンブーさん、こんにちは。ヤマヤマさん、こんにちは。初見さん、ありがとうございます。手大きいって何？急に？ちっちゃくはないですよ。私？ちっちゃくはない。てか、指が短い、私。ここは広いかも。ここ。塩焼きとかも食べない。うん、ブリをあまり口にする機会がないかな。ガードマンさん、こんにちは。え、でも多分食べたことあるから食べれなくはないと思う。けど、あえて食べるってわけではないかなっていう感じ。え、なんかすごい魚の話されたらめっちゃ魚食べたくなってきた。あ、サバサンド。へえ。富山も氷見の寒ブリ。ああ、確かに桃鉄でよく出てくるかも、そのワード。手のひらまあまあでかいけど、え、一緒だね。じゃあイワシは食べないな。アジは焼きなら食べる。ナペトシさん、こんにちは。そう、刺身では食べない。モリさん、こんにちは。そうやで、そうやで。うわ、コッペパンに焼いたサバとスライス玉ねぎ、玉ねぎ抜きだったら食べたいかも。モリさん、ハートありがとうございます。ナオさん、マックス時315号さん、カラさん、こんにちは。ママと一緒に行った温泉、夕食に海産物。え、海産物は出たよ。だけどね、もう味が何の味か分かんなくて、もう全然食べれなかった。マウはマジで高いご飯食べれないんだよ。マウ、豆の目さん、こんにちは。コース料理 NG って感じ。そう、もう
おおって感じだった。よしおさんこんにちは。シャムさんこんにちは。だるまありがとうございます。シラウオは出てないかな、わかんないけど、もうすごかった。だからそこでウニとか出てきたけど、もう全然いらないみたいな。だからママが食べれるのはほぼママにあげてって感じだった。本当に無理だった。でもさ、いいよ、味付けなんてさ、シンプルでいいんだよ。もう 何が入ってるかも分かんないっていうのがもう嫌だし、まずマウ的には何が入ってるか分からない、何の味かが分からないっていうのがもうダメなのよ。だから無理でしたね。だからフレンチのコース料理とかも本当にもうご飯自体いらないってなる感じのやつだった。合わないんでしょうね、舌が肥えてないから。私は藤うさぎさんこんにちは。そうっていうかね、好みがめんどくさいのよ。ひろいちさんこんにちは。そうだから、あ、みっちさんこんにちは。味付けはめんつゆとか鶏ガラの音、そう、ほんとそう、間違いない、それ、それ一番うまい。あと焼肉のタレ。かずちんさんこんにちは。前も言ったけど、ああいう高級屋でストマリプラントとかあるから、そういうのが、そう、でもさ、もうか勝手についてきちゃったからさ、それ抜きでとは言えないじゃん。そうだけど、ちょっとねちょっとねって感じ。料理は悪くないんだよ、全然、私が悪いんだよ。そう、そんなの分かってんだよ、分かってんだけど、合う合わないはありますよね、やっぱ。という感じだったね。コース料理好き？素晴らしい。あ、わー、バイキングいいな。バイキングね、わかる。選べたらそれがいいよね。今回はね、ちょっとあのイレギュラーというかね、あんまりほら今後あんまないようなね機会だったから、カンさんこんにちは。そう、本当にこういう経験も人生に必要だよねと思って。ニコラスさんこんにちは。聖ニコラスさん、そう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 、商品だったから、そうだよ。そうそうそう、飲み会とかもこう、もう居酒屋は別に平気じゃない？居酒屋でそんな凝った料理出てくることなくないか、あんまり。居酒屋とか飲み屋とかは別にじゃない？そんな高級な感じのがもうわけわかんない味付けだから嫌なんだよね。まあ飲み会なんて私行くことないですから、基本的に。このままの交友関係だとね。そう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 、庶民の味がいいよね、やっぱね。私はちょっと高級料理は無理だな。だからやっぱ和食がいいなってなった。もう昨日の話もそうだけどさ、やっぱ和食ってすごいよ。そうそう思うよね、カラスさん。そう、和食って素晴らしいよね、やっぱ。次の週末オタク新年会、めっちゃいいよ。そうだよ、昨日の話ではないですが、日本食ってすげえと思いましたよね。やっぱ和食が一番。そうだよ、今日は実家で、ねえ、そうだから、マーも手巻き寿司したいの。いいな、入れてー。
吉さんこんにちは。昨日のケースは特殊、本当そうだよ、びっくり仰天。オイドさんこんにちは。めっちゃ可愛いラメ、え、本当行きたい。え、昨日の配信はるちゃんとシュウ何すぎちゃった、これ全然いいよ、面白かった面白かったよね昨日ね、すっごい電車え、でもなんかその普段乗ってるやつとかがさ、なんかそういう形みたいな、なんかそれだけで聞いたら分かんないけど、名前と見た目が一致した昨日、面白かった。海外出張から帰りに空港で食べるお茶漬けの出汁がめっちゃいい。え、ね、わかる、あのさ、私もさ、なんかさ、昔あのディズニーのとかさ行くじゃん、ディズニーとか家族で行ったりするじゃないですか。でさ、それであのなんていうの、あのディズニーとかってさ、結構なんかこうジャンキーなご飯とか多いじゃん。でそういうのを食べて帰って、実家とかにみんなで帰って、あの次の日に食べるあのご飯と漬物とかがめちゃくちゃうまいのよ。新潟の美味しいお米とあのシンプルなあの味噌漬けとかね、もう最高に美味しいんだよね。に味噌汁とかさ、別にそんな凝ってなくていいのよ。味噌汁とかもあのさ、しじみの味噌汁のあのインスタントとかで全然いいの。すごいよやっぱ美味しいよね。興味の範囲外なのに話、いやいや、あでもね、私あのそのなんていうの、そのなんか形とかさ、どういう車両とかそこまではあんまりその自分で見ようとは思わないけど、新幹線とか好きだから乗ったり見たりするの。そうだから面白かったよ。伊賀の藤丸さんこんにちは。新幹線乗る、いやでもさ面白いよねああいうのも。なんか詳しい人に聞いた方がいいじゃんそういうのって。そう、塩おにぎりとか美味しいよね。顔がむくんでますわ、寝すぎて痛い。うん、はるちゃんがショールームやってた時は他の人に気遣って自分からその手の話。あ、そうなんだね。じゃあ昨日はいい機会だったじゃないエポックさん、なおさんこんにちは。2階建てのマックスの感想ね、わかる。あれさ、上に乗っても下に乗っても非日常で面白いんだよね。普通の高さじゃないじゃん、どっちも。2階建てになってることによってさ、2階は普段より上の景色が見えるし、下は下でさ、あのホームスレスレが見えるじゃんか。だからあれすごい好きだったな。まあ今日はどっちに乗ろうかなとかって思ってた。この中途半端な時間にお腹す、え、わかる、めっちゃお腹すいた。って起きてから何も食べてないけどお腹すいた。新幹線にせよディズニーにせよ詳しい人とご一緒したいこと伝える。うん、確かにそうだよね。旅行とかもそうじゃない、あのなんかそういうその土地に詳しい人とさ出かけたらね、なんかこう押さえといた方がいいところとかね、わかるし。ポックさんハートありがとうございます。いいよね、いいよね。野球行くとき一緒にいたよ。そうだね、お願いしたいわなんかさ全部行く程度のおもろくないわ。え、もう行かないよとかじゃないあ、じゃあお願い乗り気なんかいって光学系だからフォルムとかの話を、空力特性、いやそれもすごいね。見下ろすのわしは確かに、確かにね、もうなんかあの語弊があるね。クッキーモンスターメガネさんこんにちは。
いや本当にオフ会しかも結構あの対個人のやつね、あの何人かとかじゃなくて分野がみんななんか違いそうだから。元幸さんこんにちは。なんかさ一人用手巻き寿司キットみたいなの売ってないのかな、スーパー。なんでみんなそんな家族連れ前提なの一人身もいるんですけど一人身も節分楽しみたいんですけどねえ、かわいそうだよね。手巻き寿司やんないでしょ。しかもさ海苔とかもさ買ってこなきゃいけない。ちゃんとさ海苔いらないってって感じ。海苔とかマジ使わんから普段。ってことは結局海鮮丼になりそうじゃない。巻いてない恵方巻かないいいんじゃない海鮮丼ただの。海苔って意外に高い。いや間違いない、ほんとそう。しかも大量に入ってたりするじゃん。いらんのよそんなに焼き海苔あほんとに任せてもくれない。いやでも負けるけど別に。ガンは乗せすぎて具が乗らないなって言っといてやる切ないよね。海苔スーパーの美味しくなくてシーバーの親戚が送ってもらった。へえ、マー君こんにちは。味付け海苔とお味噌汁の岩海苔。私味噌汁に海苔いらないな。でもあるよね岩海苔。私韓国海苔とか好きだよ。あの小腹空いた時にいいんだよね。パリ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 食べて。カズさんこんにちは。え待ってやばい、すっごいさ空気読めないこと言っていい。めっちゃラーメン食べたい今。昨日からラーメン食べたいんだよね。手巻き寿司は好きだけどおにぎりのない。ねえほんと怖い。一緒絶対みっちさんってさ分身なんだよね私の。いやもうめっちゃ家系ラーメン食べたいです。あー食べたい。え家系ラーメン食べに行こうかな。でも買い物行くのそっちじゃないんですけどって感じ。うわさっきラーメン食べた。いいな。えまあもうおにぎり海苔いらない派。基本いらない。あのコンビニとかで売ってるおにぎりもなるべく海苔巻いてないやつ買ったりとかするし、自分で作るのはまず海苔巻かないし、ママとかに作ってもらうのも海苔巻いてもらったことない。グフさんリックこんにちは。やばくない、やばくない、マジで好み一緒。ってことはミッチさんとハルちゃんも分身のすごいすごい、なんか3人になった増えた。あー枝豆、あー売ってるよね。そうなんかツナとかもさ、なんかなるべく海苔の面積が少ないやつとか買ったりする。でも今あれだけどね、あの、まあ、パリパリの方がいいからね。まあ、あの三角の普通のおにぎりで買う時はあるけど、そう自分で作ったりする時は絶対巻かないかな。前はそうだったけど何でも食べれないちゃった。あ本当、でも食べれないわけじゃないんだけどね。そうただあの自分でやる時はさ使わないから買っといてもなって感じみたいな。ゆうたさんこんにちは。そう逆に言えばだからその手巻き寿司とかしないと海苔を使う時がないっていう。家でね、実家にいたらねよく手巻き寿司とかねしてたんだけどな。藤井さん、タイの分身なんて間違ったって言いました。そんなことないから。そんな。
そんなことしかもこっちは勝手に言ってるだけやしね。たまにおにぎり屋さんでも海苔を後巻きにできるようにしてある。あ、そうなんだ。うん、確かに海苔抜きとかできんのかな。でもあれだよね、もうできてるやつを売ってるのは無理そうじゃない。それか新しく作ってもらえるのかな。ラーメン食べたいな。グフさん、ハートありがとうございます。あー、餅焼いてまいてた。美味しいよね、お醤油とかつけて。メイクできたよ。メイクができたので前髪でも巻きますかね。今日はちょっとシンプルってかナチュラルメイクな感じ。リベダラさんこんにちは。ね、いつもみたいにピンクって感じじゃないから今日は結構ナチュラル。前髪長い、前髪が長い。本当にあと2日我慢すれば、あさって美容院。明日はやっといとこに会えるし楽しみだな。3ヶ月ぶりぐらい。なんかいとこは今日なんかのライブに行ってるみたいで、なんだかわかりませんが韓国かな、きっと。きっと韓国ではあるんだけど、韓国のどこだか知りませんが。あ、待って、今の言い方だといとこ韓国に行ってるみたいだね。今ね、違う、あの K-POP のK-POP のね。渡韓してるみたいになっちゃった。違います。誰なんだろう今日は。全然何が何だか分からない、ついていけない。アリサディーバさんこんにちは。ポンさんこんにちは。え、なんかお正月帰ってたんだけどなんか会えなかったの結局。そう、いやめっちゃわかる。まあもうみんな同じに見える。あ、ちょっと取れないし。今日は誰どこで何誰がやってんだ。どこだ、なんて調べればいいんだ。なんかピアーリでやってるらしいよ。ピアーリー、あ、ピアーリー、あ、スケジュールこれだ。ん、これ遡っていくけどなんか面白いタイプ。めっちゃお腹鳴ってるわ。え、ないやん。ピアーリーナでリアルタイム検索してみよう。え、どれ、何もやってないんだけど。しゅがきさんこんにちは。え、あ、違う、スケジュールじゃない。ピアーリーナで検索、ドボイズ
ああドボイズね。これ前ついてったわ。前あの会場まで送り届けたやつだ。たまり。だそうです。グッズ買えたのかな。なんかささっき1時過ぎぐらいになんかグッズの列すごすぎてどうしようみたいな。そうなんか本当はなんか1時前になんかグッズの列がすごくてって言ってて、でご飯も食べたいしみたいな言ってたけど、とりあえずグッズ買うって並んでみるって言ってるけど、どうしてるんでしょう。買えたのかな。ノラタンさんこんにちは。遅れませんが卒業受けてみて、あ、ありがとうございます。ありがとう。そうそうグッズ作成時のやつ。そう妹がセブンティーン、あーセブチジョシュアかっこいい。グッズってどのグループもすごくなるね。そうなんかでも事前注文みたいなのがあるんだって制度で。なんだけどいとこは見るのが遅すぎて気づいた頃には完売してた。おいしっかりしなよとか言ってしっかりしてとか言ってましたけどね。いつもそうなんだから本当に毎回そう。何回目マスカラ今日塗ってないからまつげ美容液でも塗ろう。本当にまつげ頑張って生えてって感じ。生えてるんだけど生えてるんだけど頑張ってあの伸びてって感じ。伸びてください。これめっちゃ映るんだよね。どうしたらいいの。うん、いい感じ。あー数量限定確かに。ラーメンさんこんにちは。毎年この時期は三松の三景祭り。そうだね確かに。ゆうきさんこんにちは。この前さ日向さん行ってませんでした。三松行ってませんでした。ゆうきさんハートありがとうございます。私はそういう趣味を持ち合わせてないから全然わかんないけどね。あのなんかそういうさ韓国とかなんかでもコンサートとか行ってみたいよね。面白そうじゃない。普通に楽しそう。日向さんじゃない、日向さん長岡の二人組。いや普通にあのあれじゃない、サンキュー祭りに行ってなかった。
同伴劇場劇場は見たことあるんだよね。コンサート行こうじゃ行こう友達いやみんな友達だよね。もうこんだけ喋ってるし、もう会ったことある人も多いし、友達だよねほぼ。だとしたらまあめっちゃ友達いることになる。え、そうわかる。そうライブハウスとかはさよく行くけどさ、なんかなんとかアリーナみたいなのとか行ったことないからさ、行ってみたい。ライブハウスもいいんだけどね、楽しいけどね。いつも後ろ、毎回後ろ。前で見たことないライブハウス昔から。前とかどこ見たらいいか分からんやん。だってね、え、そうでしょ。そうそう、二人で見まついてたでしょ。なんか行きますみたいなツイート見た気がする、ピロンさん。後ろで見ますね。前が空いてても後ろで見ちゃうかも恥ずかしい逆に。やばいやばい。あー、ガウさん福は内ありがとうございますどういうタイミングどういうタイミング、めっちゃおもろいな。買い物行くのめんどくさくなってきた。頑張れ頑張れ。私この巻き前髪もほら、みんな明後日までだから、ね、期間限定だから。別に求めてないと思うけど、期間限定だから。コメント待ったか投げてみた。ナイス、ありがとう。気が利く。気遣いできる人はモテますから。おしくらまんじゅうする休暇もたかなか。おしくらまんじゅうなんてするの？会場でってこと？え？ピンセットできたの？怖っ。やばい、暴走速すぎ。怖い怖い。いや本当に夕飯どうしよう。でもラーメン食べたいな。ラーメン食べたいな。結構バコンバイ怖いね、多いです。怖い怖い。みんな落ち着いてって感じ。本当に一旦心穏やかにって思う。ヤマトさんこんにちはね。
お家の近くで美味しい店あるの？ない。なんか大学の最寄りによく行くラーメン屋さんがある。西さんこんにちは。そう、え別にでも全然多分めっちゃチェーンだけどね、なんか そこの特有のとかじゃない全然。全然チェーンでいいんです。今日はでもやることをやったので、本当はもうちょっと水回りの掃除とかしたいんだけど、大根抜きっていう輪で腕組んだ人引き抜くゲーム、あーあるあるある。でもそれあんま今さあんまり推奨されてなくない？それ昔普通にやってたけど。フリーダさんこんにちは。やったことあるよ。なんか幼稚園とかさ小学校とかでやるゲームみたいなやつでしょ。局地的なゲームなのあれ。そうなの、全然知らなかった。全国区じゃないってこと？タッキーさんこんにちは。そうなんだ。え、そうそう、だからその脱臼とかするかもしれなくてみたいな、だからあんまりおすすめされてないみたいな感じなんだよね。北海道を中心に日本海側だけ。あ、そうなんだ、知らなかった。え、大根抜きやったよね。ママも普通にやってた。そうだけど今の子はねやらないらしいよ、あんまり。今の子はねもう作りが華奢で脆いから余計にだよね、余計に危なそうだよね。なんだろうね、この前やられちゃったいやでも別に大人が見てれば平気でしょ。そんなねガチでこうグランとかやらなかったら大丈夫でしょ。ズルリンダルマさんこんにちは。やばい、めっちゃお腹鳴ってる、ぐる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 鳴ってます。でもラーメン食べるってなったら今日はスカートで行かない方がいいっていうか、ピタッとした服で行かない方がいいマジで食べようとしてる。なんか顔漏れてないけどもいいか今日これ、もう誰も見てないし。足を優しく引っ張って、あ、そうだいい、そうそう、それが大事よね。そうそうそう、こうグーッとかねこうさ、えっえとかやったら危ないけどさ、そう優しくだったら大丈夫。ああ体育の授業、なるほどね。私が好きなのはフルーツバスケットとか、あとハンカチ落としとかじゃない？ハンカチ落としめっちゃ好きだったの、自分がちっちゃい時ね、すごい好きだった。フルーツバスケットって人気だよね。え、ガチ顔漏れてない今日、どうしよう。やっぱまつげも上げてないし、カラコンも入れてないし、髪も巻いてないし、でも漏れない要素だらけ。アイストリーゲームもいいよね、イストリーゲームね。たまにガチになって泣く子とかいるよね。慎太郎さんハートありがとうございます。フルーツバスケットのお題と鬼も自分が該当するやつ、お、ゆるる、どういうこと？
え、じゃないと座れなくない？逆に。慎太郎さんハート落花生ありがとうございます。あ、そして慎太郎さん親衛隊8人目ありがとうございます。やったね。イストリーゲームで子供の動き見ながら音楽止めた話。あー、先生側ならではだよねそれね。しおじいさんこんにちは。100キロありがとうございます。総力戦さん、源五郎さん、春さんこんにちは。そういうのが一番楽しいんだよね意外と。何か物を使ったりとかさしなくても。S おむらさんこんにちは。あ、そうメイク終わりました終わっちゃったので出かけてこようかな。買い物に行ってきたいと思います。しょうがないのでじゃあまた夜も配信しますので。ハンカチ落としいいじゃん、盛り上がるよね。夜も配信します。何配信かはまだ決めてません。ロン君こんにちは。はい、ってことでじゃあ一旦買い物に行ってきます。ありがとう、またねー。